NHK 総合テレビジョン NHK 総合テレビジョン NHK 総合テレビジョンは日本放送協会 NHK による地上機関放送の一種別のテレビジョン放送で国内放送でもある通称は NHK 総合あるいは総合テレビまた英語で総合という意味を表すゼネラルから NHKGGTV 等とも表記される前者は 地上デジタルテレビ放送で東京 NHK 放送センターから送り出さる番組の放送時に画面右上に表示されるウォーターマークなどで使用され、後者は群馬テレビ、群馬県との混同を防ぐために、協会内に限らないものの多くは NHK を冠す。新聞や雑誌などの番組表、いわゆるテレビ欄や各種メディアでの表記は NHK 総合、 NHK 総合テレビ、NHK テレビ、NHK、NHKG 等と様々である。東京にて1953年2月1日開局以降の開局は遠隔参照。本チャンネルは日本初のテレビチャンネルである。総合テレビジョンという通称名は同じく地上波で放送される NHK 教育テレビ人2011年からの 通称 E テレと対比して総合編成を実施しているということから付けられたものである。日本全国でほぼ統一された番組編成をする E テレに対して総合テレビではそれに比べて各地域ごとに異なる番組編成がなされる。そのためアナログ放送での広域放送は関東広域圏1と6県のみでその他の40道府県は 県域放送が取られていた。デジタル放送では2004年に茨城県が2012年に栃木県と群馬県が県域放送に移行し、広域放送は南関東4都県のみとなった。総合テレビの本放送開始当初、一般家庭へのテレビ普及にはほど遠く、テレビ番組として独自に制作をするには予算的にも厳しかったことから、 NHK ラジオの人気番組を本チャンネルで中継するということがしばしば行われていた。総合テレビの関東地区における全日視聴率ビデオリサーチ者の調査は1963年から1986年までの24年間、各民放議員局を押しのけて連続して1位を獲得していた。しかし1987年はフジテレビに 全日視聴率1位を譲り、1988年、1989年は、奪還したが、1989年を最後に、その座から遠ざかっている。NHK 紅白歌合戦があることなど、後日から、年間視聴率1位は総合テレビの番組という、ケースが多い。2001年まで総合テレビの番組が、年間視聴率1位の座を譲ったことがなかった。 紅白につても1997年まで年間視聴率1位の座を譲ったことがなかった。2002年以降は年によっては民放番組、主に国際スポーツ中継の日本戦にその座を奪われるケースもある。各局ごとの放送開始日は後日の各局の放送開始日を参照。地上波放送の特性を生かして地域対象番組も放送している。主に 平日11時台、17から18時台、20時45分21時、金曜日の19時30分20時43分など、デジタル放送のデータ放送では、地域のニュースや生活情報を見ることができる。震度5弱以上の地震が発生した時や猛烈な勢力を持った台風が、日本列島に接近した時は、予定していた番組を変更、休止して、 ニュースを放送する。台風や梅雨により長雨が生じる場合は、週夜放送を行う。また、季節特番もある。民放では、春季、秋季の番組改編時と年末年始を中心として、ゴールデンタイムの特番を組むが、NHK では、改編期ではなく、規制で視聴者層が多くなる応募。8月中旬と、 年末しおよび祝日に特別編成を集中的に組んでいる。マルチ編成は基本的にはプロ野球やオリンピック中継と NHK ニュースなどが重なる場合や大相撲中継と同時間帯に放送される注目度の高いスポーツ中継が重なる場合などに限られている。毎週日曜日の4時10分マイナス4、13に動作試験の形で定期的に行われる。 番組は毎週変わるが2チャンネルとも同じ番組である。NHK プロ野球の場合、ローカル放送イコール、宮城県、愛知県、九州沖縄など一部でも実施されているが、その場合、メインチャンネルは21時以降定時放送に戻るため、途中で中継を飛び降りるが、サブチャンネルで継続して中継する事例がある。また、 2006年4月から2007年3月までの間、静岡局では、平日17時30分18時の間、夕時ネットワーク011と夕時ネットワーク東北陸012のマルチ編成をレギュラー編成で行っていた。2013年からは、土曜のデーゲーム中継についても、土曜スタジオパーク13時50分14時50分の時間帯に、 サブチャンネルでの中継を実施している。全編4、3で収録した一部の番組及び一部の番組、案内スポット、両サイドにグレーのサイドパネルがついているものでは4、3テレビ使用時の場合、自動的に4、3に映像が拡大される画角情報を付け入る。これは教育テレビでも同様である。ただし、勢力の強い低気圧や台風関連の情報など、 L 字画面を表示する場合はその間だけ4、3の映像拡大はされないレターボックスのまま。双方向番組に参加する際、事前に簡単登録で名前、一人分のみ、住所、電話番号を受信機に登録する必要があった。これは、武士、教育テレビのデータ放送でも設定可能だが、武士、総合、教育のいずれかのチャンネルで一度登録すれば、 NHK 衛星派、地上派の双方向番組のすべてに参加できる、いずれかのチャンネルで一度登録すれば修正がない。限り別のチャンネルデータに登録する必要はない。なお、簡単登録はデータ放送の大幅なリニューアルに、伴い総合テレビ、教育テレビでは2011年3月27日、デジタル衛星派エビジョン同年3月31日で終了し、 同年4月1日以降は登録した情報が自動的に消去される。デジタル放送開始に伴い、県域テレビ放送が皆無だった茨城県での県域放送を開始。2012年4月1日から新たに栃木県と群馬県で県域放送が開始された。しかし、南関東4都県については新たに親局の送信施設設置が必要となることや、 現在でも、首都圏としての一体的需要があることなどから、デジタル化完了後に、改めて実施の是非を検討するのを表現にとどまった。2003年12月1日から順次開始されている、地上デジタルテレビジョン放送、地デジを活かし、全国放送のほぼすべての番組が、ハイビジョン方式で制作、放送されている。標準質放送は、最大チャンネル取れるが、 NHK 総合では、現在011と012、あるいは031と032のみで行われており、013、033は使用されていない。なお、2005年12月までデジタル放送では、一家のように独自の差し替え、番組があった。近畿圏では2010年4月より夕方時間帯で、地上デジタル放送告知番組の差し替えを行っていた。現在は、 スポーツ中継、NHK プロ野球、大リーグほかで不定期に行う程度になっている。この場合、所定時間終了後の延長は012、または032で行われるが、電波の運用管理の都合上、概ね次の定時番組が開始されるまでは、フィラー、映像散歩他を流す場合がある。4時15分期限の24時間放送、原則として、 毎月第1.3日曜深夜イコール月曜、未明の深夜は各局任意で放送休止、ないしは原力放送を行う地域あり。なお、2004年より放送されている大相撲本場所、奇数月の実況ダイジェスト、大相撲、幕内の全取り組みの放送日に放送休止、あるいは原力放送がなされる場合は2005年9月までは4時。 同11月からは3時50分までに休止、または、電力を切り上げたことがあった。ただし、オープニング映像は、起点時間に流す。局によっては、起点時間まで、放送休止となる場合もあったが、2010年、3月場所で、未明の再放送が廃止されており、相撲期間中の休止切り上げは事実上なくなったが、2014年、秋場所以後、 本放送の時間が3時40分から4時5分に繰り下げられたため、再びメンテナンス休止、原力を3時40分で切り上げるつぼね。この場合でもオープニングの国家演奏、国旗形容は、起点前の4時13分に行うが発生している。4時20分起点時代、2007年末と2008、年始では深夜番組特別編成のため、起点時間が繰り下げとなった日が存在した。 各放送局に関する情報は日本放送協会放送局の一覧を参照。アナログ総合の親局で全国的に 3CH が多かった理由は、テレビ放送が開局した当初1 c h に c h 1 2 c h が米軍のレーダーに使用されており、後にその周波数は変換されたものの NHK については第一次チャンネルプランでそれらの地域に 3CH が 割り当てられたためである。遠隔にもある通り、テレビ放送開始当初東京が 3CH、大阪が 4CH で送信されていたのはこのことが原因がある。その後東京ではエリアの拡大のため、当時 1CH で東京タワーから送信されていた NHK 教育テレビとチャンネルを入れ替える形で 1CH となった。一方大阪も、その後 K 阪神第四局、毎日放送。 JA TV 4CH の開局予定日であった1958年12月1日から 2CH に変更された。しかしアナログ総合が 3CH 地域の大半の地域では民放用に 1CH が割り出られ、アナログ教育の親局に 1CH が割り当てられたのは山口県総合 9CH と長崎県総合 3CH だけであった。 またアナログ総合が 3CH の地域のうち、広島県と大分県では 1CH は、どの放送局にも割り当てられなかった。この民放用に割り当てられた 1CH は、半世紀後の地で以降の際に、NHK にとって、モ者と化した。NHK は、2の教育テレビだけでなく総合テレビも、全国統一の1を希望しており、 アナログ総合が 3CH の地域でも 1CH が空いていた広島県と大分県では3を引き継がず1がそもそも 1CH がアナログ教育に割り当てられていた山口県と長崎県ではそれに親局より大きい2を割り当てた上で総合テレビに1が割り当てられた。しかし 1CH が民放の親局本社送信所に割り当てられていた地域では その民放各局が猛反発した結果、NHK は総合テレビの ID 全国統一を断念する事態になり、結局その地域では 1CH の各民放局が1を継承し、総合テレビには1、2を除いて最も若い番号であるのと、アナログ時代から 3CH であったという地域性から3を割り当てることで決着し、ただしアナログ放送の親局で 2CH は、 どの民法にも割り当てられていなかっため、教育テレビに関しては2で統一された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。